8歳の時にあのテレビゲームのみんなのゴルフにハマって、それで実際にしてみたいなと思って始めました。最初全然当たらなくて、なんかゲームみたいにうまくいかないのが逆に面白かったかなとは思います。もう私スノーボードは3歳ぐらいから始めて、5年ぐらいはもうプロ目指してるような感じの心構えでやってたので、まあお姉ちゃんからも教えてもらいながらですけど、やっぱりスノーボードをしてたのはやっぱ足腰使うんで、ゴルフが調子良かったりするんで、今のゴルフにも生きてるかなとは思います。オリンピック前とか、まあ、そういう時期はあのもう朝から夜まで練習でいなかったりしたので、やっぱりそういう練習量とかはあの刺激になる。やっぱりでも昔からショットメーカーな方だと思ってて、今もアイアンはすごい得意なので、ショットを武器にしていきたいなと思ってます。練習はアイアンを中心に私はしてます。あ、でも考えながら打つんで、私打つの結構遅くて、タイミングがあのずれたりとかよくしてたんで、そういうなんかテンポみたいなのは気にしてやってます。去年は2試合目から結構ずっと出させていただいたんですけど、本当にそれ以外の試合があんまりなかったので、もう試合をやれるっていうあのことにすごい感謝してました。出ていない時の印象よりあのすごいあのすごい緊張感がある試合なんだなっていう感想は、はい、あります。ネットで見たりとかしてました。お姉ちゃんがキリちゃんって呼ばれてるんですけど、キリちゃんのゴルフを見るのがすごい楽しいみたいな言ってくれてました。ここまで第7戦で3位、そして一昨日ですね、第9戦では2位タイと、悔しい思いもしてきています。鬼塚桐選手パーパット、最後確かボギーで勝っちゃったんで、次勝てることがあればバーディーかパーで勝ちたいです。はい、あ、嬉しかったです。めっちゃ嬉しかった。なんか結構友達とかからももうテスト合格したんかなっていうぐらいあのおめでとうってきて、去年の2次のプロテストを落ちたばっかりだったので、まさかあの優勝できるとは思ってなくて、周りの人とかいつも応援してくれる人とかがあのすごいみんな大げさなぐらいおめでとうって言ってくれたんで、それが嬉しかったです。でもやっぱり皆さんこのネクストヒロインゴルフツアーをあの力にして多分プロテスト合格できたと思うので、私も同じように続きたいなと思います。私にとって終わりがないものだと思います。今まで練習してきて、去年マイナビネクストヒロインで優勝してもテスト合格っていう目標は続くし、その後もツアー優勝したいっていう目標は続いていくと思うので、終わりがない、ゴールがないみたいなものかなと思います。